こんにちは、オーメンズイレブンです。今回は静岡県のあるラーメン屋に行ってきました。事前に下調べをし、予備知識がある状態で実際に食べに行って感想を述べています。お店の雰囲気やラーメンの味の感想に関しては個人差があると思いますので、そのあたりに関しては温かい目で見守っていただけると幸いです。それではまず Google 評価の一部をご覧ください。静岡県の小さな観光地にあるラーメン屋で、私は以前から気になっていました。評価は驚きの星 1.8。 しかも評価をあえて高めにつけてくれている人がいて、この数字だ。ではここからレビューをじっくり読んでいただきたい。なぜここまでひどくできるのだろうか。友人を失ってしまうほどのラーメン。どうやらダイエットの効果もあるらしい。これ以上にない究極のラーメンだ。いかがであっただろうか。ここまでひどいと、わざと店を潰すために経営しているのではないかと疑うほどだ。もしくはレビューに集団嫌がらせを受けているのではないか。それを確認すべく、私は今回実際に足を運んでみることにした。腹が減った。そして何か気分が落ち着かない。そうだ、今日はあのラーメン屋に行くことにしたんだ。ただラーメンを食べに行くだけなのに、なんだこの緊張感は。さて行くか。時刻は午前11時半。ここで想定外の事態に遭遇する。私の車の前と後ろに走っていた車が同じタイミングでそのラーメン屋に入っていったのだ。そのうちの1台はまさかの店主。今から開店準備をするらしく、30分はかかると言われたのだ。12時開店か。期待通りだぜ。30分ほどあたりをドライブし、再びその店へと向かった。もう後戻りはできない。あ、そうです、そうです。そうです、回っています。いやいやいや。何もないですよね。何にもない。ね、どうぞ。3000人ぐらいするぐらい。ですよね。何もない。何もない。何
あ、この後行こうかなと。こってりラーメン一つください。思っていたよりもかなり気さくで感じのいい店主。水も冷たく、グラスも汚れているようには見えない。店内にはお客さんが2人、美味しそうにラーメンをすすっている。癖になる何かがあるのだろうか。正直、店内も全く不潔さを感じない。酷評を見て改善されたのであろうか。ラーメンの価格はメニューによってはやや高め。悪臭が手に残ると書かれていたレンゲにも全く匂いは感じられなかった。しかし、一つ店内に入った瞬間から気になっていたことがある。湿気が半端じゃねえ。換気せずにラーメンを茹でているのだろうか。しかし、現在は冬で乾燥肌の私には優しい配慮だ。店内にいたお客さんがついにお帰りの様子だ。頼む、一人にしないでくれ。お客さんも満足している様子。やりとりにも全く不快感は感じられない。はい、どうもありがとうございました。これで客は私一人だ。私の心を表現しているかのように、窓の湿気もいよいよ滴り始めた。ついにこの時間が来てしまった。ガーリックスライスとソースの賞味期限は不明。香り、そしてスープの味はやはり独特か。しかし、全然飲めなくはない。では、いただきます。ん？普通に食べれるぞ。こってりラーメンというよりかは、しょっぱいラーメンだ。有名店やチェーン店などに比べると、劣る部分はもちろん多々ある。しかし、すでにラーメンの予備知識があった私としては、正直、美味しいとも思えるレベルだ。直接私はレビューの書かれていた時期のラーメンを他の味を含め食べていない。現在に至るまで店の雰囲気や味に変化をつけたのかはわからない。しかし、この味で一口食べて残してしまうというほど悪くはなかった。完食だ。観光地のラーメンってこんなもんじゃないのだろうか。ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、ごちそうさまでした。はい、なんともすがすがしい気分だ。少なからず私は Google 評価星 1.8 ほどの体験はしなかった。そしてもし私がこの店に点数をつけるとしたら星 2.0 だ。